どうも、みぞんこクラブの溝口です。今日の動画はですね、久しぶりに着弾です。で、これを送ってくれたのは、まず最初に紹介しましょう。この人です。はい、そうです。ツイッターで仲良くしてもらってるユッキさんです。ユッキさんね、何も言わずに送ってきたからびっくりしちゃったんだけど、中身はね、お酒って書いてあった。言っちゃう。じゃあね、開けてみましょう。本当に お酒だとは思うけど。はい、それじゃあ、オープンザダンボール。コーヒーって書いてある。はい、これです。コーヒー牛乳。見た。コーヒー牛乳、あ、ちょっと待って。コーヒー牛乳じゃねえし。ちょっと待って。ドッキリはないね。じゃあ一回下げますね。お酒って書いてあるから、ね、ビールでも入ってんのかと思ったらいろいろ入ってます。うわ、来た。早っ。まずね、ステッカー、ユッキステッカーが結構入ってんな。全部出しちゃおうか。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。すごいね。こんないっぱい入ってる。1、2。こっちに。1、2。キラキラだね。こうなのかな。あ、こうだ。3、はい、4、5枚、6枚。これ全部種類違うよね。6枚。こんな作ってんの。すごい豆だね。俺も結構いろいろステッカー作ってるけど、こんなにいろんな種類ないよ。こっちにも入ってます。これとこれ、あ、全部違うのか、やっぱり。すごいなぁ。ほら。これも違う。全部、キラキラだったり、ね、微妙に違う。すげぇなぁ。ほら、これとこれは、あ、違う、大きさが違う、今度。うわぁ、これはね、あ、そうそう、紹介するの忘れた。これかな、これもかな、これだ。これ、見てください。心拍って書いてあるでしょ。これね、俺に画像をくださいってことで、送ったらね、作ってくれたんですよ。これと、これと、これもそう、これも心拍。これと、これもそうだね。早い。仕事が早いよね。どれだ？これが？あ、これだ。こうだ。はい。これがね、心拍のステッカー。で、これが、アンバランス。アブレイズ。はい。これ、俺の画像ですね。うちの生態の。これかな？これもかな？これもだね。これは？これ違うのか。これもだ。これもかな。はい。それで、こっちにもまだある。
いっぱいあるなぁ。すごいね。これもそうだ。これもやっぱりそうだ。これ、これ、1、2。すごいね。この枚数は。これはステッカーじゃないね。これ大、よいしょ。こっち下げちゃう。はい。これか。はい。ステッカーがこんだけ。でね、なんでね、送ってくれたかというと、うちのクラブね、だいたい4月に T シャツのデザインとか、あと、ステッカーを新たに作ってるんだけど、うん。ゆきさん、年賀状くれたんですよ。それのお返しで俺ステッカー送ったら、ね、ありがとうございますってことで、みずさんの、大桑の写真くださいって言って、作ってくれた。うん。それで俺も4月に、新しくステッカー作るから、その時また送るよって話だったんだけど、先にこんだけ来ちゃいました。はい。それです。他にもなんか入ってるね。まず、これはもらって嬉しい。黒ゼリー。こんなにいろいろもらっちゃっていいの？黒ゼリーが入ってました。それで、これは？うわ、すげえ。カップ、コーヒーカップ入ってました。なんかこんないっぱいもらっちゃっていいのかな？で、これが？これがそうね。はい、これぞ地酒。なんて読むんだろう。静岡の地酒。なんていうんだ、花の舞、花の舞だ。これはうまそう。今ここで飲んじゃまずいよね。はい、ここにしようかな。酒と言い、ね、お酒と言いつつ、酒以外でステッカーが山ほど、あとプロゼリー、ね、あとコーヒーカップ、こんなに、あ、まだある。こっちもね、カップの中にも入ってた。まだ入ってました。あ、これね、この3種類の画像、これ全部うちのクワガタ。すげえなぁ、ほんと。俺が作ってるね、ステッカーとかは、そこの、作ってるとこではこういうキラキラのね、紙、台紙はね、扱ってないからね、すごく新鮮だよね。すごい。はい。ということで、大量にユッキさんから、贈り物が届きました。バレンタインデーなのかな、これは。バレンタインデーじゃん、バレンタインかな。男から男へのバレンタインの、贈り物が来たんで、お返しはしっかりさせてもらいます。本日の動画は以上です。ゆきさん、ありがとう。バイバイ。